マリアイザベルグラールドラードは、ブラジル出身の女性ファッションモデル。177センチメートル83から60から89。イタリア系ブラジル人。下着ファッションブランド、ビクトリアズ・シークレットの仕事が、最も広く知られてきた。2005年から2008年まで同ブランドの広告と、エンジェルの一員として、活動、さらに、 スポーツイラストレーテッド氏の水着特集への登場や、マキシム氏の特集企画、ホット100への登場などが注目の的となってきた。ブラジル・サンパウロ州に出生。極度の長身かつ、痩せみであったことから、幼少期には、周囲の誰もから、キリンと呼ばれ、曰く学校では嫌われ者で常に孤独な状態に、あったという。高校時代は特に悲惨で、 自身に話しかけてくる男子は揃って、自身ではなく友人目当てといったありさまで、浮いた話の当事者となることは、ついぞなかったという。この時期については、激しく悲惨で孤独だった時代とのちに実0回している。いわく、地元の町で母親と買い物をしていた最中に、美容師から、モデル業の道を進められ、それに感化を受けたことからサンパウロへ移りモデル業を、開始。 2004年の6月に、早速、サンパウロファッションウィークに参加し、ファッションブランド、イオディスのビキニをつけて、ランウェイを歩く運びとなった。初のランウェイ仕事の現場となった、そのサンパウロファッションウィークは、自身のその後の経歴を通して、たびたびを受けることとなる、赤面物の事態に見舞われた現場でもあった。ショーの最中に衣服すなわちビキニが滑り落ち、 上半身が露出するというハプニングに見舞われ、それがブラジル国内のスーの新聞に取り上げられたことから、一種の競争状態を引き起こすに至り知名度が爆発的に上昇。数奇な形でのロケットスタートと事後に評された。2005年にビクトリアズ・シークレットとの契約を獲得。ランウェイ方面での活躍から見出されての3年契約でジゼル・ブンチェン。 マリーサ・ミラー、アドリア・ナリマ、ペトラ・ネムコバ、並びに、アレッサンドラ・アンブロジオなどの面々と共に、同ブランドの賞に早速出場。さらにその翌2006年に、同ブランドの広告等にあたる、エンジェルの一位へ。雑誌への露出など、多種の活動と並行させつつ、それから2008年に至るまで、エンジェルの役を務め上げた。デビューの年にあたる2005年からというもの。 フランス、ブラジル、オーストラリア、スペイン、米国、イギリス、メキシコ、日本など各国で、マリクレール、ボーグ、GQ、L、エスクアイア、ローリングストーン、ハーパースバザーなどの雑誌の表紙に登場。分けてもブラジル版以外で、初のボーグ表紙経験となった2011年における日本版ボーグ誌への登場は、注目を集め、これを受けて、 ビクトリアズ・シークレットの二大巨頭と目されるアドリアナ、リマやアレッサンドラ・アンブロジオに並び立つ存在になり得るとする期待の胸を寄せた表もあった。同年には FHM 氏の企画、世界で最もセクシーな女性100名に名前が登場、レディ・ガガにつく100位にランクイン。以後も、ブラジル版、エル、ボーグ、グラマー、ハーパース・バザー、マリクレール、スペイン版、 ハーパースバザー、フランス版、ロフィシェル、ギリシャ版、L、並びに、メキシコ版、GQ などの雑誌の表紙に登場。ランウェイ方面でも、バルマン、ドルチャガッパーナ、ロベルト・カバリ、ロエベ、エマニュエル・ウンガロ、H&M、並びに、ビクトリアズ・シークレットなどのファッションブランドのショーに、姿を見せている。フルゲームは、マリア・イザベル・グラール・ドラード、ニューヨーク在住。 ブラジル人の実業家と2006年頃から交際関係にある。それに関しては婚約関係を示唆する報道もしばしば存在してきたものの結婚の予定は持たない以降2010年くれ頃に自ら明かしている。ありがとうございます。